変われたならば次はどんな人に生まれたらいいかな。明るいだとか友達が多いだとかもうなんだっていいよな。今の自分じゃないなら自殺志願者も人殺しも偽善者も教師も聖職者も小さな女の子も自分は自身の心を守るだけで精一杯目一杯それだけでも時間切れ目がらめなクソで今日も傷